これで肉の下ごしらえは終わりです。はい、では次はですね、もも肉をさばいていきたいと思います。まずもも肉をさばくときですね、こちら足のですね、先の部分ですね、こちらにまず切れ目を入れてあげます。ぐるっと一周するような形で綺麗に切れ目を入れてあげます。で、今から骨を抜いていきます。骨がですね、中心にこう V 字を描くようについてますんで、骨のですね、中心にまず切れ目を入れてあげます。そうするとですね、綺麗に開きますんで、開きながらですね、この骨の周りについている肉を包丁を使って切っていきます。こう削いでいくような形ですね。すると身と骨が離れていきますので、このすね側ですね、すねの部分も同じようにまず一回真ん中に切れ目を入れてあげます。そしたら開きますんで、あとは肉とですね、骨をきれいに剥がしていきます。骨に沿って包丁を入れていくときれいに剥がれます。で、ある程度剥がれたらですね、今度は骨と身をですね、切り離していきます。真ん中に包丁を入れます。ちょうど骨とですね、身の下の部分ですね、そのまま外側に包丁を引っ張ってあげると、このようにきれいに取れます。反対側も同じです。真ん中に包丁を入れてあげます。で、外側に包丁を引っ張ってあげるときれいに剥がれます。ここで真ん中の部分をですね、取っていく、んですけども、骨を2つ折って持っていただいてですね、そのまま骨に沿って身を外していきます。はい、そうするときれいに骨を取ることができます。で、今回使うのはですね、こちらのもも肉の部分だけになります。すね肉は今日は使いません。少しですね、火が入りやすいように軽く切れ目を入れます。隠し包丁ですね。はい、これで肉の下ごしらえは終わりです。はい、これで若鶏の香草パン粉焼きの出来上がりです。美味しそうですね。